はい、魔法使いの皆さん、こんにちは。いい天気です。今日暖かいですね。こんなのつけてますけど、ちょっと今走ってたんで。今日はなんかちょっと珍しく画面とかもないんですけども、少しイベントとの合間だったんで、昨日初級者向けの砦の動画を作ろうかなと思って作ってたんですけど、編集はやっぱり大変である程度説明とか入れなきゃいけないんでですね、凝った作りをしなきゃいけないなと思ったのと、あとどこでも編集できるようにっていう自分的なインフラ作りたくて、ちょっとソフト、新しいソフトを導入してみて、それでやってみたっていうのもあり、4分の3ぐらいまで編集したんですけど、ちょっと世に出せないなと、無理くりでも自分の反省含めて出そうと思ったんですけど、ちょっとさすがに出せないなと難しいですね。いかに編集切るだけで済むかとかですね、それを目指してるんですけど、そう思っててもなかなかやっぱり難しい。素人にやりがちにどんどんなんか作り込んじゃうみたいな、それでいて難しいんで時間かかってなかなか出せないみたいな、そういう沼にはまっちゃうんですけど、で今日はちょっとその反省も生かしてうまい具合に、いかないかなっていう取りをしてきて。初級者向け砦編みたいのをですね、ちょっと今でできる、テストですから今でできる、編集でですねちょっと上げてみたいなと思ってますんで、この後流れると思いますんで、もしよかったら見てみてください。ちょっと長めっていうか説明も含みですし、初級者相手ですので、違う方、初級者の方もそうなんですけど、ちょっとラジオ感覚で聞いてもらって、気になるところ、参考になるかなと思うようなところは画面を見ていただいて、絵を見ていただくといいんじゃないかなと。そんな形で後取りのナレーションをつけながらラジオ感覚で聴けるようなものにしてみたいなと思ってますんで、これから編集なんですけどもしよかったら見てやってください。はい、それでは「砦チャレンジ初級編」見ていきましょう。砦をクリックしますと、チャレンジの部屋が羅列されます。すいません、画面の方をピンボケしておりますが、指にピンと合ってます。録画画面もそうなんですけど、指との関係を見せた方がいいかなと思って、このように撮ってます。画面の細かいものを見る場合は、右側を見てやってください。はい、部屋を選ぶと、ルーン石を選ぶパーツになります。こちらは、各アイテムごとのルーン石になっておりまして、またそれは詳しくは後日ご説明しますが、とりあえず1から5まで数字が書いてあります。数が多い方がボーナスが多くもらえるというふうに思ってください。ソロより共闘、メンバーさんたちと一緒にやった方がボーナスが高くなります。倍率なので、1人の場合は小さめの石、共闘する場合は大きめの石を使うと、稼ぎが多くなるんじゃないかなと思います。石を入れてから、20秒、待ち時間があります。待ち時間終了しますとチャレンジがスタート。6体の敵ということになってます。まず、エルクリング左側の衰弱をかけました。右側の混乱の呪文をかけております。指でドラッグして、落とすという感じですね。赤い、下向きの矢印のマークは、私たち闇祓いにとっては苦手な、敵ですという表示です。なおエルクリングは学者さんは得意です。呪文についてはプロテゴ、これは自分を守る方法ですが、攻撃の際今のように丸に、光を合わせて奇跡をなぞると。敵の攻撃を弱めるためには、ブロデゴといって、やはり一本線のラインをなぞると。これの繰り返しになります。ヘルクリング撃破。この、強さ、今度はですね、宿意人、緑色の敵なので得意な敵になります。今、衰弱をかけました。混乱についてうにうにやってますが、混乱はいらないですよという印です。これは宿意人という敵になるんですけども、宿意人は左側の衰弱だけかけてください。同様に攻撃をして、今守りのところがもうなくなっちゃいましたね。撃破で、下にですね、紫のラインで、難しいなこの説明が今度魔法使いですね、左側の衰弱かけて、混乱をかけました。魔法使いには混乱の呪文が必要になりますので、両方かけるというふうに覚えてください。分かんなかったらとりあえず衰弱左側の呪文だけは必ずかけると覚えてください。闇払いですけども、そうか、闇払いって断ってなかったですね。またこの辺が難しいところでございます。はい、残っている敵が3体、右上にも3と書いてありますが、これ3体あと敵倒しなさいということですね。再度エルクリングになります。赤い敵です。苦手です。今、左側の衰弱と右側の混乱をかけました。エルクリングには両掛けしてください。奇跡をなぞるわけですが、指を見ていただくと分かる通り、そんなに何ですか、スピーディーにはやっておりません、私は。結局ですね、クリティカルという素晴らしいみたいなですね、要するにナイス攻撃みたいなものは、速さと正確性と言われておりますけども、結局は、終わったレッスン、このクリティカルですね、すごく威力が強いんですけども、終わったレッスンによって自分の能力が高くなったら入ってきます。ですので初級者のうちはそんなにクリティカルも入らないと思います。いくら早くやっても。はい、アクロマンチュラです。赤なので苦手なんですが、今また右側の混乱をうにうにやったと思います。かけませんでした。クモにもですね、右側の混乱はかけないでください。かけても意味がないです。なので、右側の混乱をかけてしまいますと、集中力の無駄遣いになりますので、雲には左側の衰弱だけかけるというふうに覚えてください。ひたすら、奇跡をなぞります。で、言い忘れておりますが、画面の左上の緑のグラフが自分の残りパワー。右側上の赤いグラフが敵の、グラフです。今小さくなってたんで、最後倒れたという形ですね。で、自分のグラフがなくなってしまうと、死んでしまいますので、それだけ気をつけてください。で、これまた右側の混乱の呪文をうねうねやってますが、いりませんよという印です。さあ、最後の敵になります。ね、早くやるより正確になぞるということを心がけてください。もう本当にレッスン進まないとクリティカルパワーは出ません。で、今見ていただいたからもう一度見たいぐらいなんですが、今のところもう一回見てください。大して正確に奇跡をなぞってないですけども、クリティカルが出てます。早ければいい、正確ならいいっていうわけではないということですね。こちらで全部の敵を倒した形になります。ですので、もう結構ゆっくりですね、指を動かして、落ち着いてやっていただいても大丈夫っていうのが、今、私のプレイ見ていただくと分かるかと思います。勝利しますと、このようにいただけるボーナスについて、長々と表示してくれますが、画面をワンタップするとすぐこの最後の画面に行きますので、まあ、通常私はもうポンって飛ばしちゃってます。で、まあ、大体が、初級者のうちはエネルギーが少ないので、砦が終わったら、砦の近くにある宿屋ですとか、温室でエネルギーを補給いたしましょう。結構痕跡出てますね。以上が、その細かいことではなくて、砦チャレンジっていうのは、こんな形で進めるんだよっていうのを、表示してみました。あ、これはどうでしょう。取れますかね。これまだね、今集めたい種族なんです。移動。固まってますね。ってな感じになりますので、魔法使いチャレンジぜひ、試してみていただければと思います。とりあえず、明日祭日なんですよ。で、今日の夜もしかしたら京都にちょっと集いに行くかもしれませんので、まあ、その時にメンバーさんにですね、一緒に同じ戦いの最中の画面録画とか頼みたいなと思ってます。まあ、それを編集したいなと思ってるんですけど。そんな目論見も考えてますんで、またあげたいと思いますんで、まあ、合わせてぜひよかったら見てください。